さあ、全国の白ドラの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。白ドラ大好き西久保花です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして佐部茂です。よろしくお願いします。これはこれはこれはですよ、これでなんとなんとですよ、これで白ドラゴン公式チャンネルでこの動画が今流されちゃう、流されるんと流されるちょっと緊張して噛んでますよ。それぐらいね、すごいことが初めてですね。初めてです。進出、もう進出しちゃいます、公式に進出です。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、ありがたい話ですよ。これ一発目ですか。何やんのってとこですね。そういうことです。何やるんですか、実重さん。まあ僕からいいですか。いいですよ。クイーンビー。おクイーンビー新キャラですね。初日に大型キャラ、初日にね、実重さん、手に入れて、そうちょっと触ってみました。そう、生配信みたいなの、はい、やりましたね。で、30にもう早速したんですよ。マジっすか、はい、早っ。まあ1日でとりあえず1日でトモトレめっちゃやったんですね。今日一生懸命やって、なるほど、30にしたんで、はいはい、もうこれリーグ行っちゃおうかなと。行っちゃいますか。行ってみましょうか。ちょっとそれ見てみたいです。そう、その使用感をね、はい、お見せしたいなと。お願いします。その前にちょっとステータスとか見てみます。そうですね、クイーンビーのステータスが気になります。はい、こちら、はい、レベル30ですね。これね、見て、わ、すごい、あの色がすごいよ。セクシーでしょ。これ何、ピンクと紫っぽい感じ、ね、セクシーこの色使い、なんかセクシーな色使いですね。大型にしてはね、はい、そんなに、まあ、ステータスは高くないと思います。なるほど。他のあれに比べると、うんうん、耐久もちょっと低いし、でも攻撃力はまあまあ高い、ね、攻撃力1100超えですね、はい、攻撃回数がね多いんで、剣士と同じぐらいの速度で攻撃するんで、まあ、攻撃がね、そんなんでもその手数が多いとその分与えられますからね、うん、ダメージを。そう、あと動きとかは多分昨日の配信見てもらった人は分かると思うんですけど、すごい特殊、こうギザ、そうですね、ジグザグに読めないですね、動きが、うん、なのでまあその辺はまあ見てもらった方が早いと思うんで。お、じゃあ早速いっちゃいますか。いっちゃいます。ソロ、ええ、ソロ行ってみて。サネシゲさん、せっかく30枚行ったんで、いやぜひソロで行ってほしい。これ、いきなりソロでしょう。あ、でも確かにソロで、しかもガチなんで、はい、ウマピーとかツヨピーに関わってくれちゃう。結構今、僕ツヨピー言っときますけど、今ランカー入ってますからね。え、マジっすか、今ランカー、ランカー入ってますよ。あ、それほら、もうこれやばい、これやばい、このためにクイーンビーちょっと行っちゃうんすか。あ、そうっすね、行きます。いや、でももうこれはもう実重さん公式の動画ですよ。わかりました、公式の動画のためにもわしの強 P をかけて行きましょうか。いや、これ注目すべきところでもありますね。実重さんがじゃあ一体クイーンビーを使って強 P を上げれるのだって使いこなせないでしょう、まだね、だっていきなり、ね、でも逆に言うとお相手さんもクイーンビー相手にしたことが少ないので、確かに、もしかしたら対処が難しくてね、うん、そのっていうこともありますから、はい、やってみないとわかります。さあ行きましょう、行きましょう。さあ来ました、お相手はリザードマンってことは、これもうここのランク帯でいくとアビリティですからね。なるほど、あーきついぞこれ。さあそしてサブリーダーが、サブリーダーアシュラですね。ということでリーダークイーンビー、そしてサブリーダーアシュラ、これでいこう。さらに、バッジが入りましたね。バッジはブルードラゴンのシルバーバッジ。ああそうそう、これレ、はい、なんだっけ、レッドドラゴンに必要なのかな。あーなるほどね。あ、じゃあそんなメインのあれじゃないんですね。そうですそうです。さあ行きましょう。これな、うわ、金の城でしょ、しかも怖いですね。さあファイト始まりました。これ実重さん、いつもソロリーグ行くときって喋る、はい、でも自分で喋りますよね、いつも動画。動画の時は喋ってますよね、今までのね。全然喋ってない、実況してください私、逆に言うとそのガチ感に対してのその見といてください。わかりました。いやー、これホワイトおじさんハウスかと思いきや、これは D1 のカメですね。久しぶりなんだよな。え、ソロリーグでも、いや違う、この配信しながら。ああ、そうかそうか、配信ですね、やるっていうのが。さあ、実重さんの、実重ファンの皆さん全国の実重ファンの皆さん、さあ、ここで行こう、お楽しみですよ。さあ、来ました、ここでブルードラゴンです。あのカメ、2体いますから。さあ、そして、お、普通のハチもいる通常のキラー B ですね。さあ、チクリで麻痺、普通さ、お相手はもうたまらずバルーン。あー、でもバルーンはどうしようもないもんね。そうですね、クイーン B も対空があるわけではないです。スキルだけね、あれですからね。そこは、まあ、これは激流がね、何発か出ればというところだったんですけども、まあもうこれ流すしかない、ね、うわぁ、さあ後ろからチクリ出してますよ、チクリ出してます。おお、来ました、クイーン B。 さあ、1列、横1列への攻撃です。あ、でも封印された、封印見えてる、どうだろう、封印されてる。
さあここ刺していきますね、刺していきます。耐久はありますね。どうだろう。あ、ビーナス倒しました。ビーナスを倒しましたよ。さあここはグイグイ攻めていく。ここからだね。リザーもいるな。ぶっ飛ばしが強えな。リザーがいるよ。リザーが後ろ入ってますけど大丈夫ですか。だーこれもう無理じゃないか。これはこれはあった、あのアシュラが、アシュラがどうだろう。いやこれどうかな、残り50秒ですよ。どうだろう、あのアシュラどんぐらい残ってんだ HP。 結構残ってると思うんだよね。これいけますか、これ。でもこっち溜めてるんじゃないかな。なるほど。さあここからあのリザードマンもね、あー無理だなこれ。無理っぽいな。無理っぽいですか。さあ、あのリザーとバルーンが止まらない。ねえ、これ25秒。これ無理っぽいよね。無理っぽいですかね。これ無理っぽいな。これ無理っぽいな。せめてちょっと落城やめようか。落城だけちょっと落城はちょっとやめようか。防ぎましょうか、ポイントをね。そうそう、強っぴー大事だから、はい、強っぴー大事ですから、少しでも減らしておきましょう。残り10秒。さあ、耐え切りますか。いやー、まあまあ3、2、1。さあ終了。ウイジンですか。クインビーウイジン。まあ初戦はですね、まあ敗退、落城ではならず点差敗北となりました。スヨピーは19。そんな変なかった。なるほど。上手い人じゃないかな。PP、あ、そうですね。とりあえず再戦はこっちからなしでいきましょう。さあ行きます。一回戻ります。終了しましょう。はい。はい、はい、行きましょう。さあ行きましょう。お相手はオーク。これもアビリティちゃう？アビリティでしょうけど。アビリティっすね。珍しいっすね。確かにオーク、なかなか最近見なかったですけどね、オークアビリティの。いいんじゃない？もう激気いねえんだよな。マタンゴがいるじゃない。耐久あるよマタンゴさん。マタンゴはなかなか頼りになる。なりますなります。ね。はい。オークがいい仕事。そうです。しかもまあお相手オークなんで意外とマタンゴ入りやすいですよ、オーク。しかもね、ゾンビもいるんで、うん、行きましょう。さあ、お相手は3つ目の鳥で狙ってくるウサギですね。これいきなり出したりしたらダメだもんね。どうですかね。行くと思うんだよ。あ、鳥に行っちゃうのか。でもさあ、3つ目取られる。さあ、3対1で鳥でスタート。行きましょう。オッケーオッケー。お、お、そうか、後ろからね。これやばいわ。これやばいわ、出ちゃった。対空が、対空ないですね。ワイマンされちゃう、これ。可能性ありますね。まあ、これはこの中でいくともう変えるワンチャンあるかどうかぐらいですよね。変えるね、あれ、変える切り1なんだ。え、マジっすか。そう。あ、よく見たら、レベル20だ。はい、1匹倒した。倒しましたね。あ、変える、レベル20ですか、よく見たら。30を見てみて。レベル20。あれ、しかもね、装備ほとんど整ってない。これはそのカエルは出せないか。たぶんね、はい、相手の人迎撃いないんじゃないかな。あ、なるほど、今出てきたのはもうワイバーン。あ、大型で出てきましたね、うん、さあこのビーナスはもうアシュラで倒したな。なるほど。さあ今クイーンビーどこで出てくるかですよ。クイーンビーの動画ですよ。クイーンビーさあこれクイーンビーの動画ということでやっておりますけど。知ってました、知ってました。本当ですか。さあここに出して、あ、やばいやばいやばい、取られる。あ、そう、ワイバーン。さあさあいいですよ、いいね。対空ありのクイーンビーの蜂の巣です。どうですか。さあ入ればというところなんですけども、さあまひらせました。そして後ろから刺して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 、あの後ろ大丈夫ですか。わからん、あの後ろはもう倒しました。クイーンビーでまずはレッドドラゴンを倒す。さあもう空はもう放置。これなぁ、どうしようか。対空がなかったか。ここだけ倒しとこう。さあ2つ倒した。これいけんじゃないか。40秒もしかしたらいけるかもしれない、うん、さあ毒でね、あれはミラさんいけるかもしれないですけど、さああのワイバーンだけがねちょっとこれいけんじゃない。可能性ありますね。ワイバーンどうか、ワイバーンだけなんとか大砲で落とすわ。落とせます、落とせます、落とす落とす、落とします？落としたでしょ。よしよしよし。さあそして残り20秒。可能性あるよねえ、サネシケさん。どう？あるよ、あ、ね、あるあるある。ないな、これない。いや、ないか、これないな。ないか。あー、ちょっと残り13秒よ。ゾンビがね、届かないよね。わしづかみされちゃったのが痛かったね。確かにあれはわしづかみか。いや、これは悔しいけど、これは悔しいな。今どうだった。でも今どうでした、クインビー。あ、今クイーンビーでまずレッドドラゴンを倒しました。はい、レッドドラゴン倒して、まあ、麻痺もしっかり入ってまして蜂の巣で入ってたっていうのと、蜂の巣が上空のワイバーンに当たってたんで、あー、なるほどね、城前に来たワイバーンもそんな少ない体力量で倒せた。そうなんだ、3発打っちゃったな。でもいけたという感じですかね。さあ行きましょう。お相手はリーダーゴーレムと
ということで、珍しいですね。珍しいです。でもこれもアビリティかな。まあアビリティでしょうね。さあ行きましょう。これで行こう。おお、行きますか。ノンシャップル。さあバッチもゴブリンがついてますね。大型は、クイーンビープラスブルードラゴンとなっております。さあ行きましょう。鳥でもね取っていく。いやー難しい。そして空はワイバーンということでございます。行きましょう。スタートです。ここまで全然使いこなせてないか。そうですね、まだちょっとクイーンビーを活かせれてないです ね、 さんそんな気しますね。活かせれてないです、ね、そんな感じですよね、はい、行きましょう。さあまずはバーサーカーをアシュラで退治。後ろからはワイワイ地上を狙っていくと。どうだろうですね。さあここでもういきなりゴーレムアビリティで出ました。地震が連発するんじゃないでしょうか。いないのかな。可能性はあります。さああのワイバーンを処理。あ、いますね、隠れてますね。なんか出てます台風。あ、チビクロか。チビクロいますね。ここだ。そして、あ、ゴーストいました。ゴーストがいます。うわと。ゴーストいます。取られてるしさ。ちょっと取られてますよ。さあ、懐に入って、激流何発か出してほしい。うん、出してほしい。いいですね。あーっと、やられたけども、さあ、まだ大型はクイーンビーが残ってます。ゴースト強えな。さあ多分まあ、対抗はないんでしょうね。流してみますか。取っていきますね。いいですよ。さあ、ゴーストがね、隠れるんで気をつけてください。さあ、刺していきましょう、クイーンビー。クイーンビーで横一列狙いたい。さあ、あ、いいですね、倒してますね。倒してますよ。倒してますか。倒してます。でもね、大型2体向こう残ってるのさ、いいですね、下から入って刺していく懐。蜂の巣横一列、いいですよ、いいですよ、いいですよ。いいですか。後ろまさか気をつけてね。もうあれ倒せないもんだって。嘘、うん、いいよいいよ、倒してる倒してる、いいよ。ゴーレム倒したよ。もう前行くしかないですよこれ。おっと、いいんちゃうの。ちょっと待って、いいいいよいいよ、サルフィーさん落ち着いていこう、落ち着いていこう。これはまあ時間の問題だけど多分いけんじゃないかな。え、こういう時って守らないの。ね、どういう時。いや、守んないでしょこれ。そうなんや、守ってる暇ないもん。そうなのね。さあこれもう、おっと、ランダ戦、ランダ戦。さあ残り30秒、32、32、はい、よしよし、あ、やっとです。さやっとだったね、サメシゲさん嬉しい、やっとだったね。さあ行きましょう。お相手リーダー猫、猫リーダーはゴーレム。これ多分アビリティではないですね、ですもんね、はい。さあサイクロジャイアント、いいじゃん。お、いいですね、パンダ。パンダがいれば猫に刺さります ね。さあ行きましょう。いや、ちょっと、サネシゲさん、これは負けられないか。負けたくない。アビリティリーダー使ってる身としてはね、いや、そうですね、アビリティ同士の対決だとまああれですけど、サネアビリティじゃないリーダーと対決ですと負けたくないですね。負けたくない。行きましょう、サネシゲのちょっといいとこ見てみたい。さあ、行きましょう。クイーンビーやりましょう。行きましょう。パンダもいますから、こうね、トリトルキャラに対してアンチと持っていますし、いいですね。さあ、アシュラ&剣士で取っていく、はい、いいですね。さあ、そしてここはもう一度アシュラ、はい、取った。お、取った、3つ目取る。おっと、勢いづいてますね。いいですよ。いいですよ。勢いづいたんですよ。気持ちがね、あの、前に前にという伝わってきますよ。だいぶ伝わってきますよ。いいですね。さあ、あの、でもアシュラがね、ドラマライダーにちょっとやられちゃうかなというところですけど。さあ、あのゴーストと、あ、ドライダーもここでも出ます。はい、ここ。さあ、ここで一気にビームが出る。いいですね。はい、気持ちがいい。さあ、魔導ギエリも狙い通り、ライダーいいですね。さあ、そして目からビーム、これはいいですね。灼熱しますけどもね。さあ、ここダメージ一気に削りたい。もう一発出ればよく嬉しかった。どうだ。いいですね。終わり対空ないかな。どうでしょうね。そうですね、あれがちょっと上に行くと厄介ですけども。さあさあ、アシュラとゴースト、ここで出していこう。さあ、ここから出ました、8クイーン B です。さあ、ここで8の巣が出れば、あそこに一気にね、行くと嬉しいです。後ろどうしますか。そう、パンダが出ます。さあ、取り手を削っていきますね。さあ、取り手取れるんじゃない。お、あ、でも上も取られちゃったか。大丈夫大丈夫、パンダがいる。ちょっともう一つも気をつけてくださいね。手前も気をつけてくださいね。もう攻めようか、攻めましょうか。手前だけ守ろうか。そう、パンダで守っておきます、うん、そうです、いいですね、いいですね、いいですね。いいですよ、いいですよ、いいですよ。いいよ、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 いいよ。さあ、サネシゲさん、いいね、これ。
これちょっと見えましたね。あ、これ見えてきた、ね、これビジョン見えましたね、勝ちへのビジョン。あ、さあ行きましょう。さあパンダかっこいいな、これレアアバターですよね。そう、レアアバター。かっこいいなこれ。さあそしてよしよしよし、白前1列に一気に立ちます。あ、ポンゴもマヒった。いや、ここまで来るともう止められない。あー、よかった。ブンブンブン、蜂が飛ぶ。いいですね、行きました。パーフェクト、完全勝利で。うん、あー、いいじゃない、あー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。さあ再戦から行きましょう。再戦です。お相手同じ方、リーダーは猫ですね。さあこちら、こちら、ほう、どうしますか。ちょっと違うね、ちょっと違う、違うね、違う違う違う、残り2秒よ。あー、うーん、あー、うーん、あー、うーん、なるほど、まあ、なるほどって感じですけど。いや、さあきついかな、守れますか。迎撃2体、迎撃は2体いるんで、うん、あとまたんご、攻めが弱いんで、ね、そうですね、ちょっと自利品になりそうですね。やっぱね、クイーンビー大型対決そんなに得意じゃないっぽいんで確かに、なんか今の戦歴見てる限りそうかなと思いましたやっぱりだから結構1体、大型1体クイーンビーのみだと、そあ、そうか、今、あ、大型入んなかったんだ、そうそうそうですね。さあ、マタンゴで、あの砦裏狙いたいですけども、ちょっと届かないですね。もうあの、ゆきんこ突破できないし、ちょっと、そうですね、ゆきんこ突破は難しいかもしれないんで、サイドからマタンゴでいければ嬉しいけど、回復がいる。あ、倒しました。では、1体倒しました、うん、いいですね。さあ、さあ毒にもなっております。さあ、食います。さあ、後ろからパックンチョウ、あのゆきんこは回復されると、あ、されちゃったね、しいですね。さあ、あれ届けば嬉しいですけど、ちょっとね、ゆきんこで回復、多分リンク4なんでレベル1だもん。一発で撃てますか。いいですね、一発で処理。まあ今フェアリーが2体倒すことができた。斜め移動6、まあ、あれがね、あれがいいんですよ、斜めね。さあ行きましょう、足が2体攻めていく。さあお相手もね、あ、そしてゴブリンバッチで攻めていく。さあ強いよ。さあここからですね、無双が入っていきます。そしてさらに後ろからはクイーンビーが追っていく。横から刺していきます、刺していきます、刺していきます。さあ倒す。いいよ、ここお相手ちょっと大混乱。あ、いいですね、いいですよ、いいですね、いいですよ、いいですよ。ユキンコにも入って、とりでも攻撃、とりでも攻撃してます。あれ、ちょっと待って、クイーンビー活躍してるんじゃないいいですね、とりでやっぱしっかり攻撃してくれるのがいいですね。あー、やっぱ攻撃速度早いよね。そうですね、刺してますね。あ、でもちょっと封印されてしまったから蜂の巣は出ない。でも下からはアシュラーで、いいですね、いいですね、アシュラーが入る、アシュラー入るオッケーオッケーオッケー、入っていきます。さあ懐にも入る。これはまあ、これはいいよ、これは大丈夫でしょう。これは一旦ちゃいますの。どうやってもこれは行きましたか。行きました行きました。よっしゃ行きました、おめでとうございます。さあ行きましょうか。行きましょう。さっきあれでしたね、ちょっとあのディスクの容量の関係で一回戻りました。一回ね、はい、カットしましたけれども。さあ行きましょう。お相手はリーダーが8アビリティとストッチョ剣士。なるほどね。行きましょうか。怖いなこれ。なんもない。行きますか。さあこれ自分取るやつです。僕もマタンゴ持ってるんで、全部で12匹。やばいです。7対5匹で12匹。まあ、毒ですね。いいですよ。行きましょう。とりあえず出しとこうかな、ドッグ。いいですよ、全然。バッといます。そしたら、あー、魔法使おうか、これ。キラー B だもんね。そうです、キラー B です。ちょっと危ないです、ちょっと、ドッグ。あー、ごめん、かぶった。強い。あと、この、なんだろう、後ろどうしますか。お願いしますか。スライムとキラービーで倒します。お願いします。噛みつきは余裕でアシュラ。そうですね。さあ後ろからはアーチャーがね。これだからさ、クイーンビーの出しどころが分かんないんですよ。いや、まだその乱戦に出すのかどうなんでしょうね、分かりづらい。どういうところに出すのが正解なのか、そう、まだ分かんないんですよね。さあ上、今蜂が応援してます。8対決、まあ、タンゴを添えて行きましょう。いいじゃない行きましょう。あー、魔法使い、うわ、もうゴースト隠れるな。すっきえんだわ。後ろからちょっと魔法使い、でも毒強いね。いいですよ、毒硬いんですよ。あ、ごめんなさい、後ろから魔法使い、お尻やめて
時間めっちゃ使わされてるけど。いや、このね、マタンゴの戦い方、そうなっちゃうんですよね。確かに。そう。マタンゴを使ってこうなるんですよ。やばいよ、ゾンビ。何にもできないですよ、ゾンビは。大型出していいですか？いいです、いいです。あ、でももうほとんどないわ。もうちょっといけます。じゃあ、使わないと。倒してくれれば、あれさえ。ここ1分ですけど、どうでしょう？ OK。いけます？うん、多分これで大丈夫。OK です。これまだ向こう大型出してないですよね。出してない。どうですこれ、またどうします？もう攻めます？守ります？もう攻めらんないですよね。まあ守ります。じゃあこういう時ね、攻めちゃえとか思っちゃうから負けるんです。やばい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 。あ、生きた。ここで後ろなんか蜂が来た。もう守りだがこれ気をつけよう。地味だ。いや地味な戦いやなこれ本当に。まあでもほんとさ、相手が大型切ってくんないとクイーンビーとか出しづらいし、いやちょっとこれどうやねんとね。どうやねんと。これでも早く仕掛けられたら負けてましたよね、うちら。あ、でももうキラークイーンビー結構生きてます。ほら両者蜂でやりつつ、あ、結構強い。ほら結構強いですよ。ほら、うん、ほら大型もほぼ倒しました。確かに確かに。いい感じでしたね。あーや、まあ、ああいう乱戦にこう添えてっていうのがいいのかな。なんか壁を置いて、はい、はい、というわけで西小花やってきましたよ。やってきました。やっちゃいましたね。結構やってきましたけど、やってきましたけれども、どさあクイーンビーは どうでした。実際使用感どうでした。僕使ってみた感じ、はい、まだ使いこなせてないなっていう感じ。そうですね、サネシゲさんがクイーンビーに翻弄されてこれ使いこなすの結構時間かかるかもしれないですね。そうですね。でもそのやっぱ活躍の場は見せれてましたから、もう局所的にね、うん、いいところはあったかもしれない。あるので、うん、まあそこが確実にそれを狙って次から出せるようになればだいぶ勝率もなかなかね、手札の相性とかもあるし、はい、難しいかもしれないですけど。確かにね、うん、ちなみになんかリーダーの運用とそのサブリーダー運用で2パターンちょっとやってみたりしてましたけども、はいはい、なんかその使用感的にあまり変わんないかったですね。あ、じゃあサブリーダーにしてても蜂の巣で結構そのスキル発動して、うん、蜂の巣をね、見てる余裕があんまりない。確かにね。まあリーダーであってもサブリーダーであってもそうそう、まあ蜂の巣は確かにね。だからいつの間にか活躍してるようなキャラだから、うんうん、あんまりね、こうバーっていう感じ。まあ確かにクイーンビー自体もその状態以上に欠けるっていうことで、うん、そこまでその攻撃メインの、ね、特化したキャラってわけではないのかもしれないんですけど、ね、派手なキャラではない。そうですね、まあ、攻撃が横範囲全体一気にその攻撃入って状態上も入るってことなので、うん、まあこれが一気にね、一掃したりだとか、はい、そのスキルで状態上欠けることができればとても活躍してたと。ソロ向きかマルチ向きかすら分かんないですもん。あ、確かにね、今まあソロでやったのと私と今タッグ組んでやったのときもありました、うん、マルチの方がなんかうまいこと言ったの気もしなくも、うん、確かにそうですね。そうですね、確かに。じゃあ次もう時間が経てばまた実重さんこのリベンジ戦じゃないけど、まあ、しばらくちょっと使えますんで、うん、もうちょいうまいところ使い方ね、はい、見せたいな。テクニックを上達すればというところでございます。楽しみにしております。はい、はい、これ今後公式でも結構やっていく感じなんですよね。そうですね、こういう風な動画を上げていくということなので、まあ、今まで結構その動画といえば実重さんが上げてたりだとかっていうイメージがありましたけど、そんなことはないですけど、はい、いや私もありましたよ。でも、はい、でも自分もねこういうふうなちょっと機会もらえたので、はい、ちょっと一緒に実重さんと上げていければと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでこの動画を見るためにはね、いち早く情報を得るためにはですよ、うん、素人ドラゴンのこの公式チャンネル、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。あとツイッターの方も、そうそうそう、公式ツイッターの方でも、素人ドラゴンの公式ツイッターの方でも最近生配信、はい、ペリスコープっていうのを使って、配信が始まったので、ぜひ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします、はい、そして私西久保アナ、そして実重さんのツイッターやってますんで、そうですね、ぜひ、そちらもフォローよろしくお願いいたします、はい、ということでこんな感じですか。今日はこんな感じで、はい、はい、また次回お会いいたしましょう、はい、ありがとうございました。